の扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップがあるから、よく注意して行動した方がいいわよ。当てる。私が教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてにしてはいいせい。 GGO の基本的な戦闘はだいたいわかったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは？隙を見て逃げるわよ。リツキさんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないものはない。君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったのに。実に退屈極まりない。だから見逃すとでも言うんですか？まさか。ここは GGO で、今は戦いの時だよ。そうだもん、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、どっちがいい？この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。もちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ。五木さん、私たちはエネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。使うわよ。セーリャー、セーリー、使うわよ。ヘイトが集まってきたぞ。どうかな？なんとか勝てたわね。イツキさん、これで文句はないでしょ？ああ、約束は守るよ。この先、道が二つに分かれているから、まず五木さんたちが先に進んでください。私たちは別の道を選びますから。実は僕、くじ運が全くなくてね。この前も、無冠の女王にレアアイテムを持っていかれたばかりなんだ。だから、君たちが先に選ぶといい。だい？分かりました。あんた、
よし、レベルアップだ。うんうん、やるじゃない。さっきはなんとかうまくいってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、おっとっと。大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。プレイヤー認証、マスター登録開始。ユーザー名、登録完了。
大丈夫だはずな。問題ない。マスター待ちなさい。あなたこそ銃を下ろして。いつの間に背後を。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテムなあ。正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アバシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけどな。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリトさん。キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは先行とかバーサクヒーラーとか。キリト君、もう余計なことまで言わないで。悪い悪い、仲間のアスナだ。名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アファシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X-A29000。 マスター登録はすでに完了しています。この人が私のマスターです。現在、メインシステムを 50% まで起動中。しばらくお待ちください。え？そんな！やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。